初代アスローン伯爵、初代トレメートン使爵アレクサンダー・ケンブリッジ、トレメートン使爵は、イギリスの使爵位。グレートブリテン貴族として一度、連合王国貴族として一度創設された。爵位名のトレメートンは、コーンウォールの地名に由来する。初代カンバーランド公爵、初代トレメートン使爵ウィリアム・オーガスタス王子の肖像画、ジョシュア・レノルズ作、1759年頃。 クレートブリテン国王ジョージ二世の三男、ウィリアム・オーガスタスは、1726年7月27日に、クレートブリテン貴族であるオルダニー団爵、コーンウォール州におけるトレメートン子爵、サリー州におけるケンニントン伯爵、ハートフォードシャーにおけるバークハムステッド公爵、カンバーランド公爵に譲された。国王の次男には、一般的には、ヨーク公の称号が授けられており、 ウィリアム・オーガスタスも養成したジョージ・ウィリアムを除くと国王の次男であるが、ヨーク公の爵位を所有していたアーネスト・オーガスタスが存命中だったため、ウィリアム・オーガスタスにヨーク公の爵位を授けることができなかった。ウィリアム・オーガスタスは軍人の道を歩み、デッティンゲンの戦い、フォントノワの戦い、カロデンの戦いに参戦した後、1757年に クローステルツエイベン協定を締結した角で軍を引退せざるを得なかった。1765年に生涯未婚のまま死去したため、後継者がおらず借位は廃絶した。ビュルテンベルク王国の貴族フランツ・フォンテックの息子で、国王ジョージ3世の女系のひ孫にあたる、アレクサンダー・フォンテックは、第一次世界大戦中の1917年7月に、七位がビュルテンベルク王国と、 ドイツ帝国における借位と称号を放棄して、ケンブリッジ姓を名乗ると、それに従って、姓をケンブリッジに改め、同年11月に連合王国貴族である、ケンブリッジ社におけるトレメートン子爵とアスロン伯爵に譲された。二人の息子に先立たれたため、1957年にアレグザンダーが死去すると、借位は廃絶した。ありがとうございます。